それでは、ボールハンドリングの練習をしていきたいと思います、まずはボール1つでやっていきたいと思います、右利きの人が多いと思うので右手でまずは肩幅に足を開いてドリブルをつく練習です。ただボールをつくのはできるだけ、まあ、指先でつけるようにこの手のひらをバチッとつけてドリブルをついてしまうとこういうドリブルになってコントロールがうまくできません。なので指先でなるべくつけるように。あとはですね、ドリブルが弱いと全然手元に返ってこなくてだんだんこうやって下に下がってしまいます。なのでできるだけドリブルを強くつけるようにやっていきましょう。そしてこれができるようになってきたら今度は低いドリブルを混ぜれるようにしていきましょう。ポイントはなるべくボールを見ない。ボールだけを見てるとディフェンスが、いるのに気づかなかったりしてしまうのでなるべくボールを見ないで低くつけるようにやっていきましょう。もしこれができたら今度は高い位置から低い位置、高い位置から低い位置。ぜひ皆さんワンボールのボールハンドリング、練習してみてください。